みなさん、こんにちは。しおりんちゃんのしほです。はい、というわけで今回はですね、私この前新大久保に行ってきたんですけど、そこにねスキンガーデンっていうお店があって、店頭の前になんかドドーンってなんかあったんですよ、こちらのハッピーバッグが。なので今回はこのハッピーバッグを紹介していきたいと思います。ということでね、こちら3種類あって1980円と2980円と3980円があって、一番高い3980円を1個買ってきました。めっちゃ楽しみじゃない？だって8から9個だってるね。どうだっけ、 6から8か6から9、もうそれぐらいで一番いいので、もうあの結構数は入ってました。うんだね、めっちゃ楽しみ。開けてみます。はい、開けてみましょう。やばいやばいやばい、開けようもう、うん、おーすごい。おー、なるほどなるほど、こんな感じでまだ中身見えない状態。あ、もう入ってる。じゃあ1個目、これ完全に靴下っぽくない？うん、あ、そう、靴下も入ってるのか。あ、コスメじゃないんだね。ずっとコスメかと思ってた。靴下がコスメ以外にも売ってるところだからだね。そう、あの普通に靴下売ってたね。はい、いいじゃん。でも多分字幕ではソックスって書いた靴下です。なんでソックスなの？勝手に字幕予想しないでくれる？次行きます。ヘアバッグです。このね、水玉可愛くない？可愛い、それめっちゃ可愛い。可愛い、これめっちゃ可愛くない？可愛い、可愛いしか言ってませんね。いいんじゃない？次行きます。これさ、あ、ついに、店頭で見たね。ちょっと待ってね、あ、ピント合わないね。これでいっか。あ、あったあった、ピント。こちらの哺乳瓶みたいな。哺乳瓶なの？それ牛乳瓶じゃない？牛乳瓶じゃないよ。哺乳瓶あれか。哺乳瓶は先にこうついてるけど、こうやつ。それ普通の牛乳瓶でしょ？牛乳瓶です。これね、これもこの奥にあったんですよ、ドドーンと。あ、そう、それ専用のコーナーみたいな、専用のコーナーみたいなのがあって、すごい入ってました。これは何だろう、何だっけ。バブルスエッセンスパック。パックか、ね、へえ、かわいい。かわいいね。ね、ママとしほが多分使います。そうですね、使いましょう、楽しみ。使うの次に、わお、つけまつげ、おお。ちょっと前に行くね、うん、おー、つけまつげすごい、すごい、つけまつげ。ママつける？ママつけない。しほもつけない。しほつけたら今度やだ、なんかすごいもじゃもじゃになりそうじゃない？いいじゃん、面白いじゃん。一回挑戦してみなよ。せっかく入ってたんだから。じゃあ今度挑戦したいと思います。ちょっとね、アップでいきたいと思います。はい、次から。あ、これで数稼いでる。うそ。おー、そういうことね。マスクが5個。うん、でもいいじゃん。ほら見て、可愛くない？可愛い。なんかね、パック多かったよね。すごい安く。多かった。安くて多かった。すごーい。なんか美味しそうな感じのパックだね。ね。なんか蜂蜜とか。うん。果物とかがアロエかな、それ。確かに緑ってアロエって感じ。白、なにこれ、なに貝、貝、真珠、パール真珠、これは。これ、はい、ママとかがいます。はい、あと2個ですね。2個、はい。
こちら、おお、なんだ、なんとかスキン美容液。美容液、美容液、開けてみます。かわいい。うん、かわいい。いくよ、いくよ、いくよ。何その説教してんの。あれ、あれ。お、あ、かわいい。美容液だって、これが、かわいくない。めっちゃ高級だね。ここにね、文字が書いてあるの。本当だ、こんな感じ。美容液、かわいくない。本当だ、美容液だ。へえ、あ、すごい。匂いする。何の匂い？ああ、なるほどね。あ、いいじゃん。いいじゃん、これで塩もらっていい？うん、塩もらっていい？いいよ、全然。ありがとう。あります。顔にぬりぬりできるね。お顔にぬりぬりって、かわいい。かわいいですね、これ、うん、使います。みんな使いますね、本当にいいです。でももうラストが、ラスト、あ、もうラストなのね。ラスト一つが来てまいりました。こちらクリームです。あー、これよく見るよね。見るよね、これ。雑貨屋さんとかにもさ、売ってない？これと一緒の、うん、一緒だ。ほら、このこれのマーク、うん、この、うん、あ、ちょうどあれじゃない、その美容液も一緒のとこじゃない？あ、これも一緒だ。みんな一緒のところだね、うん、ね。へー、かわいいね、ここのね、やつね。しかももっと結構 3C とか想像してたんだけど。あ、でも一応候補の中には入ってたよね。うん、入ってた。まあしょうがない。かわいい、美容液もかわいいと思うよ。クリームですね。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。これよく見るけどね。スイちゃんクリーム大好きだ。大好きだよ。おお、これは。おお。スキンケアの最後に適量を手に取り、お肌になじませてくださいだから。あれだね、しーちゃんだったらハトムギの化粧水とかをプチプチした後にちょっと塗るといい。これはもう匂いない。鼻についてた。これでも1500円だって、1個このクリーム結構するね、やっぱり1500円。はい、ということでね、全部あげてみたんですけど、全部で11個入ってて、すごくない？誰に聞いてんだって話なんだけど、すごくない？本当にすごいと思います。これ可愛いものしか入ってないんですよ。確かにめっちゃいいです、これ、うん、3000円で一番高いので、入ってるのかこれみたいな思ってたんですよ。11個入ってたし、可愛いもの入ってたし、使えるもの入ってたんで、おすすめします。何におすすめてるんだろう私。はい、というわけで最後にね、新大久保でまた違うお店でね、買ったコスメがありまして、こちらを紹介していきたいと思います。紹介していきます。はい、ということでね、私ね、あ、私こっちか、こっちだよね、うん、そうです、そっちです。しおちゃんだけが使うのはそっちです。こっちで、私が、あ、私じゃない、ママがこっちですね。そうですね。またしおがね、買ったコスメを紹介していきます。こうみんな使ってる人というか、見たことあるようなものなんですけど、うん、こちらの、あ、ちょっと近づけますね。はい、こちらの涙袋に書くやつ。ここにね、こうなんかキラキラをのせると、うん、なんかぷくって見えるみたいな感じのやつです。エチュードハウスだっけ。そう、エチュードハウスなの。見て、エチュードハウスティアードロップアイライナー、こちらのこのマークね、これきっと持ってる人多いと思います。本当、ね、これ欲しかったの。欲しかったっていうかね、涙袋のやつ、あの船橋のララポートにもエチュードハウスが入って、そうなんです、ウィゴーなの、こっち側に。そうそうそう、何回か見たんだよね。そう、その時もなんかテスターでちょっとやったりはしたんだけど、買うには至らなかった。
じゃあついでになんですけど、ついでについでについでになんですけど、ママそんな強調してんの？ママのコスメを。いや別に見せなくてもいいんだけどね。動画も尺になるんでしょ。何それ。こちらのロムランドですね。読めません。読めませんね。わかりました。あれどこに書いたの？ここ読めない。こちら、はい、09番。あの6番をね持ってたんだけど、ちょっとね明るめの色もね買ってみました。これ結構ねいいです。うわかわいい。こんな感じです。かわいいねこれ。うん、かわいいね。まあでもしほちゃんにはちょっとあれだね、こんな感じ、おとなしい感じかな。こんな感じの色、大人なので。しほがしほがちょっと落書きしたのバレちゃうじゃん。本当汚い。こんな感じの色。学校ですごい落書きってんの。そうなんだ。あとこちらのエチュードハウスマルチアイシャドウ。3CE でしょ。はい、えエチュードハウスじゃないの？嬉しいです、すいませんでした。3CE のマルチアイシャドウパレットです。なんで笑ってんの？でもさっきエチュードハウス間違えたから。言わない。実はテイク2です。しほちゃんがね、これいいって言ってて、さすがにまだしほちゃんにはね、この高級パレットは高いと思うので。ダメだ、開けばない。ママが使う、ママとしほちゃんで使う感じにね。あかねー、開けるからね。しほちゃんにはちょっとまだこれは高級すぎです。これ高いんです。このママもね、このね 3CE は可愛いと思って。見て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 、ほらほら、ママもねこの 3CE は可愛いと思ってたので。大好き。だからね一緒に使えればなと思って。でもしほちゃんに買ったわけじゃありません。まださすがにねこんな高級なそれなんか言うパレットはいらないと思うのでね。うん、 3CE です。まあクリオとかもねいいんだけどね。あとねそのロム&のねあのアイシャドウもあって、そう、それと同じ可愛かったんだけど、ちょっとママには可愛すぎちゃうかなと思って。あのリップはいいんだけどね。はい、ということで以上、私が新大久保で、私が私たちが新大久保で買ったものを紹介してみました。はい、それではバイバイ。グミペア。